置完了。手応えありです。下がってきなさい。回復をお願いします。この程度ですか。行きますよ。今回復します。助かったわ。かかってきなさい。はあ。今回復します。助かるわ。今回復します。アファッシュ、力になれてよかった。グレネード投擲。ダウン、攻撃を。手応えありです。かかってきなさい。手応えありです。かかってきなさい。回復をお願いします。クレハ、助けます。やりましたね。
置完了。行きますよ。もう少し頑張りましょう。今回復します。リズベット、恐縮です。気づきかれです。しびれてるわ。ダウン、攻撃を。デバフ入った。手応えありです。ありがとうございます。サポートするわ。リズベット、助けます。今回復します。リズベット、ありがとうございます。助かったわ。エネミーが燃えてるわよ。ブーストリズベット、恐縮です。リズベット、助けます。設置完了。もう少し頑張りましょう。助かったわ。グレネード、投擲、行きますよ。しびれてるわ。ダウン、攻撃を。いいですよ。もう少し頑張りましょう。クレハ、力になれてよかった。もう少し頑張りましょう。こいつよ。わかった。デバフ入った。手応えありです。クリティカルです。グレネード投擲。クリティカルです。行かせてもらいます。回復をお願いします。素晴らしいです。やったこんなものよ。了解です。弱って投げるわよ。使います。クレハ、助けます。無茶をしすぎましたか。受け切れますか。設置完了。
はダウン攻撃をグレネードブレーキを叩きつけて攻撃弱くなもう少し頑張りましょう。アファッシュ、恐縮です。回復、完了です。やります、助かったわ。使いますよ、破壊の連動。決めます。応援しますよ。了解です。最高です。アファッシュ、力になれてよかった。検査をしすぎました。設置完了。手応えありです。了解です。応援しますよ。行かせてもらいます。やりましたね。想像以上ね。少女の手荒でしたからね。レアアイテムですね。おめでとう。お、ここにいたのか。あれ、レイちゃんが二人。クレハ、敵襲なのです。違うわよ、レイちゃん。この二人は本物だってば。もう追いつかれちゃったんですね。なあ、俺たちを置いていったのは多分心配してくれたからだろ。ごめんな。で、そのアファシスは。こんにちは、キリト、アスナ。私の名前はディエーブルなのです。先日はどうも、でした。もしかして、私たちに隠しダンジョンの情報をくれたのはレイちゃんじゃなくて、あなただったの。はい、お役に立てて何よりでした。シノンの言ってた相手も、多分ディエーブルのことだよね。初対面みたいに、ご挨拶の握手なのですとか言い出すから、おかしいなとは思ったけどさ。本当にそっくりだな。握手はご挨拶の基本なのです。レイちゃんには本当にそっくりさんがいたってことで謎は解けたのかな。それにしてもここまで似てるなんてすごい偶然だね。偶然？どうだろう、何かあるんじゃないのか。ほら、実は型番が同じとか。私にはよくわかりません。でも私がレイちゃんさんにそっくりなせいか、皆さんとっても親切でした。
ところでキリトさんはやっぱり偽物を追いかけてきたんですよね。いや、それもあるけど、実を言うとそれ、あの後新しい情報が入って、シノノンの偽物まで出現しているらしくって。え？もし自分の偽物が現れたらって話をしてた時、シノノンすごく嫌がってたでしょ。だから急いで倒さなきゃって思って、それで調べに来たの。で、偽物の出現法則についてなんだけどさ、俺やアスナだけじゃなくて、シノンの偽物まで出現したとなると、どうやらプレイヤー歴の長さと偽物の出現法則は関係ないんじゃないかと思うんだ。関係ないとまでは言い切れないですけど、でも確かに何かピースが足りない気がしますね。ゆい、シノンのコピーが見つかったのか？まだ確定ではありませんが、エネミーアオシスの新しい情報が出ています。女性スナドラーと細身で性別不明なプレイヤー2人組のエネミーアオシスが出現しているそうです。なんか印象だけ聞くと、さっきのシャーリーさんとクラレンさんを思い出すわね。これまでにコピーされたプレイヤーの共通点は何だ？ユイ、他に情報があるなら何でもいい。ピックアップしてくれ。始まったってことか。やっぱり告知がないのは気になるけど、これだけ数が増えちゃうとキリトさんたちやシノンの偽物を追いかけるのも大変ですね。そこで私の出番なのです。エネミーアファシスについてドキドキの最新情報を教えちゃいますよ。皆さんが今一番知りたい情報のはずです。それってエネミーアファシスの場所がわかるってこと？はい、その通りなのです。少し前の情報になりますけど。どうしてそんなことがわかるの？私にはさっぱりわからないのです。ふふん、私はとびっきり優秀なので、特殊な情報網を持っているのです。特殊な情報網？情報収集に特化した機能があるってことか？秘密です。でも SBC フリューゲルのアファシスはとっても優秀ですからね。 SBC フリューゲル、ああ、セリスカさんが言ってた設定の話ね。はい、アファシステムの製造技術はもともと SBC フリューゲルのものです。なのでアファシスさんたちは本来フリューゲル出身ということになります。そうなのです。フリューゲルはすごいのですよ。アファシスだけじゃないのです。グロッケンのノーコンバットゾーンの技術ももともとはフリューゲルが作ったものなのです。ユイ、ノーコンバットゾーンってなんだ？なるほど、アンチクリミナルコード有効圏内の GGO 版ってことか。はい、こういったゲームではシステムで自動設定されていることが多いのですが、 GGO の場合はゲーム内のオブジェクトによって展開されているようです。実際にノーコンバットゾーンを展開している何かが
ゲーム内に設置されているってことだね。そうなります。どうやら世界観に基づいてノーコンバットゾーンを展開している装置が各地に設置されているみたいですね。アファシスの圏内のフリューゲルさんか。フリューゲルってすごいな。フリューゲルのことを褒められるとすっごく嬉しいのです。さて、シノンのエネミーアファシスの居場所をお送りしますね。ああ、本当に座標まで。ありがとう、リエーブルちゃん。キルト君、早速行ってみよう。シノノンのエネミーアファシスが他の人に見られちゃう前に倒さないと。私たちはどうしようか。逃がした偽物のキリトさんのことも気になるし。キリトのふりをしたエネミーアファシスについても情報を入手していますよ。本当？じゃあキリトさんの偽物とシノンの偽物と今なら。自分の偽物にも興味はあるけど、でも今はシノンの偽物討伐を優先したいかな。じゃあ私たちも。あ、待ってください。キリトの偽物を追いかけるなら今がチャンスですよ。どうやらキリトのエネミーアファシスは貢献が使えない状態みたいですので。え、あ、そういえばさっきの戦闘でぶっ壊してやったのです。確かに狙うなら今がチャンスな気がするのです。ごめんなさい、キリトさん、アスナ。シノンのことも大事だけど、私には二人に GGO で嫌な思いをしてほしくないから。だから、私はキリトさんやアスナの偽物の方に向かいます。私たちのことも心配してくれてたんだよね。ありがとう、クレハ。うん。ありがとな、クレハ。こっちはなんとかなるさ。2対1だしな。クレハは仲間思いなのですね。私、とっても感動しました。さあ、善は急げーなのです。キリトの偽物の方は座標が不正確なので、私が近くまでご案内しますね。クレハ、どうしました？ううん、なんでもないよ、大丈夫。ただ、またさっきみたいに取り逃がしちゃうのは嫌だなって思って。